はい、どうもこんばんは、いかくんです。ということで、今日はですね、この IO シリーズの、まあ、スマホのゲームの実況をやっていこうかなと思います。まあ、前回やったのとは、全然違って、まあ、こう、まあ、画面の通りに、こう、なんていうの、弾を打って、まあ、どんどん、高く大きくなっていくのではなくて、まあ、変わっていくんですよね、変わっていく。まあ、やってみましょう。はい、じゃあ三角のように点ですね。で、こういう三角のを取っていきます。取ってこう上に出てくるので、これを押して、攻撃力とかを上げていきます。まだ今の、まだ未だにこれがスピードを回復するとか全然覚えてないんですけど、まあこの赤色っぽいやつと黄緑色は、赤色が攻撃力で、緑色が連射速度ですね。まずはこの赤色を一番上げていきます。攻撃力なんでね、上げたらこれの一発で、まあ、こんな感じで倒すことができます。で、どんどんこうやって上げて、で、一人ぐらいに四角あると思います。これはまあ、後でこの六角形が一番舞いやすいです。舞いやすいっていうのは、この上に黄色い上に使ってるのが黄色く使ってるのが上に使ってるのが上がっていきます。これが一番上がりやすくなるんですね。あの六角形黄色が一番、上がるのが少ない。で、15になったら、第二形態最初よりは連射速度が上がってるのが見えたりします。で、この赤色は三角は、一発じゃ回せません。っていうか、ちょっとやばい、ちょっと待ってね。これ、ここにこれあるんですよね、このでっかいの。これを守らなければいけないと思います。これが赤色になってしまうと、なんですけど、こういう今になってくる。で、こっち側に行けば、赤色の方に、こっち側の方に、あ、やべ、重い。たまにこうやって重くなるんです。下の方の、がそれを取るんですよ。こっちの方、あ、できます。10度になると、こういう風に、こっちから取ると、なんか、変えたっていうのが、10段。これをやります。これを、選びます。選ばなかった場合は、六角形か五角形どっちかになります。こんな感じになれます。まあこれは違うんですけど、まあでも僕はこれ2つ打っておきます。というか、なんでこんな重い、やばいやばい。最初始めたばっかりはね、すっごい軽かったので、全然これの方が多分強いと思います。まあ、個人的にですけどね。六角形の圧力に強いんですけどね。多分六角形の圧力に強いんですけどね。あ、これですか。さっき赤いの圧力はいかないんですけど、やっぱり重い。たまに、こんなに重いと思います。やばい、赤色のこれが。で、攻撃を食らってたら、勝手に回復していくんですけど、やられちゃいました。はい、まあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。まあ、すぐ終わったんですけど、まあまた次回これをやっていきましょうかね。はい、というわけで、この IO シリーズ、IO をやってみてください。楽しいね、これは本当に楽しいです。はい、というわけで、もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントお願いします。チャンネル登録ボタンはこの画面の右下に、出てくるんで、そこをクリックやタップして、するとチャンネル登録ができるので、よかったらお願いします。あと、他の実況も、出てくるので、よかったらそちらもご覧ください。あと、概要欄にも貼っておくんで、よかったら見てみてください。はい。
よかったらこれやってみてね。じゃ、バイバイ。